材を煮た料理。現代日本における一般的な用法としては、中華料理の豆腐肉に起源を持つ豚肉の甘辛煮を意味することが多い。蓄肉を角切りにして煮る料理は、洋の東西を問わず存在し、中華料理の紅焼ない焼牛や柱香牛などは、牛肉の角煮と呼ばれることもある。ただし、同種の料理であっても、洋風のもの、西洋料理に起源を持つものに関しては、 角煮と呼ばれることは少なく、シチューという呼称が一般的である。菊肉以外では、マグロやカツオといった赤身の大型魚。これらは蒸気の豆腐肉に起源を持つ豚肉の角煮とは無関係な日本発祥の料理である。下茹で下豚のバラ肉肉を一口大に切り、調味料や香味野菜を加えて柔らかく煮て調理する。地域や調理する人によって使用される。 香辛料や調味料は異なるが、醤油、味噌、みりん、日本酒、焼酎、泡盛、砂糖、黒糖などを用いた甘辛い味付けになることが多い。下茹での際や食べるときに臭み取りとして、ネギ生姜などの香味野菜が使われる。肉を煮る前に揚げる、蒸すの工程を加える場合もある。大根など、他の材料を加えて同時に調理することもある。 柔らかく仕上げるためには長時間の煮込みが必要だが、今日では圧力鍋を用いて調理されることも多い。九州地方の郷土料理としてよく知られており、長崎県にはしっぽく料理の東馬に骨付き肉を用いる薩摩料理の豚骨、皮付きの三枚肉を用いる沖縄料理のラフテなどがある。長崎県の代表的なしっぽく料理である。 豚肉をタレに漬け込んで煮込む前に、一度水にすることで、余分な油が取り除かれている。九州の郷土料理当場にラフテー詳細は、ラフテーを参照沖縄県の郷土料理。もともとは、琉球王朝の宮廷料理であった。皮付きの三枚肉を用いる。皮に毛が残っていた場合は、バーナーなどで焼いて処理し、下茹でした後に5センチメートル角程度に切り分ける。 これを、泡盛り、醤油あるいは味噌、カツオや昆布の出汁、砂糖などを合わせた煮汁で弱火で数時間煮る。その後、冷まして煮汁の表面に固まったラードを取り除いた上で煮返す。盛り付けの時に生姜を添えることもある。糖馬肉詳細は、糖馬肉を参照中国講習には、石膏料理の糖馬肉が存在する。糖馬肉との呼び方は、 中国北総大の詩人、イケルトーバの名による。これは清掃に巻き込まれて左遷されたトー馬が、流刑先の甲州で安価な豚肉をたらふくくらい、悠々自適の生活を送るしを禁じたことに由来するという。素食や精進料理、ベジタリアン料理では、麩や豆腐、こんにゃくなどを油で揚げたものを肉の代用として用いることがある。ありがとうございます。